熊本電気鉄道6000系電車に装備されたフォーリングフォーリングとは川崎重工業車両カンパニーが開発した鉄道車両の台車。名称はエンバイロンメンタリーフレンドリーウェイトセービングイノベーティブニュージェネレーショントラックの略称。2013年にグッドデザイン賞、金賞を受賞。2014年には 日韓工業新聞社による第43回日本産業技術大賞文部科学大臣賞を受賞した炭素繊維強化プラスチックを構造部材かつ喧嘩装置として使用しており川崎重工業によればこの構造により軽量化や脱線に対する安全性向上が達成されている台車のフレームの試構造部分である側両と一時サスペンションと 呼ばれている側量と軸箱の間に設けられた軸バネを炭素繊維強化プラスチック製の休憩状バネに置き換え、休憩状バネが側量と軸バネの両方の機能を合わせ持つことで、側量と軸バネを不要とした構造を持ち、加えて台車のフレーム自体も CFRP 製とすることで、軽量化と構造の簡素化を図った台車である。実用された台車で主構造部分に、 CFRP が採用されたのは世界初とされる。2014年に熊本電気鉄道の6000軽電車に初採用され、同年3月14日から営業運行に用いられている。また、東京メトロから熊本電気鉄道が譲り受けて改造を行った01軽電車についても台車がフォーリングに換装されて運用されている。2016年5月には、 四国旅客鉄道が121系電車を7200系としてリニューアルするのに合わせて台車にフォーリングを採用することを発表した。JR 四国によれば2016年2月から4月にかけてフォーリングを使用しての走行試験を実施しており安全性と乗り心地改善を確認している。台車の一部には川崎製オートバイやジェットスキーのイメージカラーである。 ライムグリーンを再色している。2018年からニューヨーク市地下鉄の R160A 型の車番8395で試験採用されている。ありがとうございます。